ううさよございます第31回月の下で」を楽しむ解説うさついにまひろが「源氏物語を書き始めたうさね今回は時計の針がほとんど進まなかったので最初に感想ラッシュをつぶやいておくうさまひろかささぎ語りは燃えてしまってもうないのでございます。 道長、もう、萌え。その話はいつりであろう。って、燃やしたのはお前の子屋ないか。いっ、うさうさ。金刀のとこに来た忠信とロバートサネスケって、結局のところ誰かに頼まれたの頼まれてないのロバートサネスケはオりキャラの百のちゃん目当てかもしれないけど。 ただのぶとロバートサネスケの言い訳が被った理由はどう説明するべき嘘かちなみに、ロバートサネスケは5年くらい前に2人目の妻のマリンチャ。あ、つやこ女王を失ってる嘘。嘘ウ嘘。赤根は、枕の奏子は惹かれない。人肌のぬくもりがない。とか言ってたけど、お前はリアルドロドロちゃんウサもんね。 もう眩しい世界とかは静止できないくらい汚れてるうさもんね。じゃあ、多く、でも見てやがれ。嘘、うさうさ光る君へ、では、昭波耳元で息子の名前をシュプレヒコールするものうさか。安子も金家の耳元で、道綱、道綱、とシュプレヒコールしてたし。今度は秋子が道長の耳元で、岩、苔、 とシュプレヒコールしたウーサね。てか、そのあアキコは、私には血筋以外には何もないの私を愛してないの大事にしてないのってキれ散らかしてたけど。おま、道長パパのカネイエを呪い殺したことは、もうなかったことになってるウーサか。いろいろと棚にあげすぎじゃないウーサか。ウサウサ、道長 願いを初めて聞いてくれたなって子供まで答えといて初めてはねえだろ。うさ不動意かあれは不動意成功だった。うさか。あと道長帝はご乱心って乱心言い切った。うさね。さあ、源氏物語嘘ドラマでは道長が。 一条天皇に見せるために、真広に物語を書くように頼んだ。という筋だった朝。この、源氏物語は初めから道長に執筆を依頼されて、紙をもらって書き始めた。というのは、ドラマを監修している倉本和弘氏が提唱している説さ。倉本氏は、当時の紙が相当に高価だったことと、 一紙を袋とじにして表に4百字を書いた場合には聖書用だけで2355枚という膨大な量の紙が必要になるという試算からうだつの上がらないため時の娘なうえ旦那もなくしてぼっちな紫式部が自分の力だけで書き進めることは難しいと考えて道長に頼まれて「源氏物語」 を書き始めたと説明しているうさ。なるほど。歴史学者はそのように考えるうさね。じゃあ、金刀が仕事をしなくなった話を、半分、してみるうさ。韓国元年、1004年の10月14日に一条天皇は松尾社に行行して、10月21日には北野天満宮と平野社にも行行した朝、 小絶過密スケジュールうさねこのイベントを支えるスタッフたちは相当に大変だったと思う,うさというわけでこれらの連続行行イベントが終わった後連続行行超過密イベントを成功させた人たちに褒美すなわち異界が与えられた朝そしてゴンのチューナゴン小3味だったタダノブはジュニ位の異界を与えられた朝ちなみに ドラマでは中宮式としての功が前面に出されていたうさね。この時、1歳年上で約38歳の金藤は中納言小三味だった朝。金藤からすれば、約14歳で元服して小五入れで寛解デビューして以来、25年ぐらいずっと後輩として後ろを歩いていた忠信に追い抜かれたということで、 大層プライドを傷つけられてゴリップだったというわけうさそれで、働かない、とか言ってもクビにならないって。いいご身分やなうさドラマでは、ただのぶとロバートサネスケが拗ねた金とを慰めにやってきた嘘けど、ロバートサネスケは百のちゃん目的でいいとしても、ただのぶは火に油を注ぐだけのような気がするうさ ロバートサネスケが来て勝ち合ったおかげで助かってるうさよね。キントウが引きこもってニートになった期間は結構長く、この話にはオチもあるうさけど、次回のドラマで取り扱われるかもしれないから、この話は今回はここまでにしておくうさこれからも大河ドラマ話や日本史の話で盛り上がっていくので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますうさ よろしくーさあ。